小津博氏七7月21日隊は、日本の検察官。法務事務次官、次長検事、東京高等検察庁検事長、検事総長を歴任した。三重県伊勢市出身。東京大学法学部在学中に、司法試験に合格し、大学卒業後、司法修集を経て1974年検事任官。同期に、劉都志王など。佐賀知県検事生。 最高権検事等を経て、2004年大臣官房長。2006年に刑事局長となり、同年タウンミーティング小泉内閣の国民対話に、監視、やらせ、仕込みが行われていたことが後に発覚し厳重、注意処分を受ける。2007年法務事務次官、2009年から札幌高等検察庁検事長と、養殖を歴任、地方検察庁に所属して、捜査や、 後半の現場を担当したのは数年に過ぎず大半を法務省で過ごし、早くから県事総長候補と目されてきた。2009年に起きた障害者郵便制度悪用事件で厚生労働省元局長の村木厚子に対する無罪判決が確定。その3ヶ月後に村木に面会し謝罪。敵を作らない穏やかな人柄として知られ、趣味は釣りやハイキングなど、 自然に触れること。朝日ドットコム、札幌貢献県次長に就任、小津博士さんマイタウン北海道朝日ドットコム、札幌貢献県次長に就任、小津博士さん、マイタウン北海道、トヨタ自動車、三井物産、一般財団法人清水育英会設立に関する、お知らせ清水建設株式会社、人事。 資生堂日本経済新聞2016年11月2日17時23分。ありがとうございます。